水原一平が自爆した理由、意味がわからない。ギャンブル依存、勝負師の中の勝負師や、マジでアホやな。現役時代は大谷とセットでビップ待遇で、引退後も本出せば大儲けできたのに。大谷が引退するまで一緒やし、引退してからもいくらでも仕事入っただろうにな。ほんまアホすぎ。金持ちも名誉も全てを捨ててまでギャンブルがやりたかったんや。名前も顔も売れ切った上で犯罪者になって、一気に人生ハードモードやな。子供がいなさそうなのがせめてもの救いか。ギャン中はそう簡単に散らんやろからね。最低でも数十億もらってるメンバーと接してたら気も狂うだろう。おとなしく才能に寄生してればよかった。まさか手取り13番 Y の方が逆転ホームランになるとはね。人生って最後までわからんもんなんやな。大谷の通訳になれたことで一生分の運を使い果たしたのに、ギャンブルやって勝てるわけがない。目の前で数百億の金動いてりゃ金銭感覚狂うわ。親友だなんだ言っても雇用契約だし、まともな神経じゃ付き合えん。まーた俺たちの世界レベルが上がっちまったよ。敗北を知りてえな。 W 一生分の運を使ったのに、なんでギャンブルに手を出すんや。一平なんて大谷並みに人畜無害な感じやったのにな。わからんもんや。バカすぎ。ギャンブルしたいなら競馬でもしとけや。ご視聴ありがとうございました。